はいどうもこんちゃくれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はベストナインタイトルホルダー第1弾徹底評価やっていきたいなと思います。はい、ということでベストナインタイトルホルダー第1弾のですね、他の動画まだ見てない方はぜひ見ていただければと思います。ここまではガチャ動画2本かなえ、アップしてると思うんでぜひ見てください。で、このベストナインタイトルホルダー第1弾ですね、すでにガチャ引いた方であったりとか、または累計っていうところもね、週末、今日から始まる週末っていうところでね、まあ、がっつりエナジー使って終わらせようと思ってる方も多いんじゃないでしょうか。であとは で,ですね残りのラインナップから、まあ、別にタイトルホルダーの他の段との比較なんていうところもね、まあ、合わせてやっていこうかなというふうには思いますのでぜひ、まあ、参考にしながら最後の総括あたりまで見ていただけると嬉しいですでも毎回言ってますがこちらはねあくまでゲーム内での能力に対しての評価動画でございまして現実の選手に対するものではありませんのでご了承くださいということで早速本編入っていきましょう さあということでまずは1人目オリックス宗選手です、はい、こちら評価 B プラスさせてもらいましたこちらはですね今年からミートストクの同値っていうところにね、えー、いける能力になっておりまして、まあ、このベスナイトナイトルホルダーでもね昨年も出てるんですが、まあ、昨年と比べてもかなり使い勝手は良くなったかなという印象ではございますでまあ、限界突破の部分とかもね去年はちょっとあんまりランク残してなくてきつかったっていう人も、まあ、今年は結構残してたりとか、えー、してる方も多いんじゃないかなと思いますまたステータスの部分で言うとですね のロックステーっていうところがかなり優秀で、まあ、サードってね非常に OB 含めて強い選手がたくさんいるんですけど、まあ、全体ステータスっていうところで見るとネ選手がナンバーワンということで、まあ、ここは本当に。 スペックの高さがあるかなとというところですまあ、ただリアタイにおいてとか、まあ、リーグにおいてもですねやっぱりステータス2パー a とか、まあ、弾道アーティストで広角持ってたりとかっていう選手には、まあ、まだ及ばないかなというところでありますので、まあ、今回はこういった評価になってます続いてもう1人オリックスから福田選手です、はい、こちらベストメンルル初登場というところなんですが今回評価はビートさせてもらいました、まあ、その理由としてはやっぱり弾道低弾道かつ完全ソウル型っていうところではあるんですが、まあ、ステータス自体はねそこまで低くないし、まあ、やっぱり スピリッツ4200っていうところではあるので、まあこの後も総力型の選手何人かいるんですけど、まあ、オーダーバランス次第では全然入ってこれる可能性はあるのかなと思います。それこそ、覇王トップ勢ではね、この福田選手、もうスピリッツ重視でリーグオーダー入れてる方もたくさんいますし、まあ、突さえ進むのであれば、全然育成する価値はあるかなというふうには思います。続いてホークス柳田選手です。はい、こちら評価特例とさせてもらいました。まあここはもう正直 皆さんも納得の評価というか、まあ分かりきっているところなんじゃないかなと思うんですけど、まあギーターはやっぱり能力が落ちないので、まあ特に変わらず、えー、今回はオール5の評価になってます。まあただ次のシリーズどうなるかですね、グランドオープンのタイミングで、まあギーター、それ、毎回言われがちなところあるんですけど、まあ総力 A あたりとかは変わってくるのかななんていう印象はありますね。まああと、起用法かなギーターの起用法は、まあ最近いろいろ。 分かれるところまあ、るななんでけセンターの、ね、特殊が B いなくっなっちゃってるんで、まあ、この最新版を使うのであれば、センターよりもライトないし、まあ、DH 代だとか、かな。まあ、でも、センター B いけないとはいえ、総力が非常に高いので、まあ、その部分での守備範囲っていうところはね、まあ、まだまだ健在なのかなっていう感じはしますね。続いて西武、平選手です。こちら、評価 A とさせてもらいました。まあ、こちらもね、今回請球がビアップだったりとか、特殊能力が変わったりっていうところは、えー、ありまして、 まあ若干ねこのシリーズのものから評価も変わってるかなっていう感じはあるんですけれどもまあ、リーグにおいてはねやっぱり9位、e、型完全9位、e、型というところではスピリッツ重視以外だとなかなか入れづらい部分もどうしてもあるかなとは思うんですがまあ、現環境では4200っていうところはね圧倒的にやっぱ強いのでもう極められるのであれば即戦力になるかなと思いますでリアタイ的にはですねこの斜めフォークとサークルチェンジの投げ分けあとはスライダーカットですねまあ、ここが中心にはなるかなとは思うんですけどまあ、結構大会ルールのワンポイントとか まあもしくはランナーがセカンドにいる状況とかセカンドサードにいる状況とかであるとあまりね対戦する機会もないっていうまだ現状ではありますし案外面白いんじゃないかなっていう感じはしてます大会でもちょこちょこ出てきたかなこの間のスピーチャン予選でも何回か対戦をしましたね。 続いて、もう1人セーブから源田選手です。はい、こちら、評価 B プラスさせてもらいました。まあ、ここもね完全総力型で、福田選手とね表の3ステイとかはほぼ似たような感じなんですが、まあ、やっぱり源田選手において大きいところは守備ですよね。まあ、ショートの守備が A で積極で、このステータスということで、まあ、もうこれだけでもやっぱり価値があるかなと、ショートの守備 A っていうところ、まあ、坂本選手も最近ね、まあ、守備的性落ちてきてしまっているところもありますし、なかなか他にね、持ってる選手もいないということで、まあ、やっぱり貴重ではあるかなと。 いうところでございます。 まあでもそれこそ守備前提でね、えー、使うっていう方であれば守備エスの適正のものとか持ってる方であったりとか、まあ、スピリッツ最新にこだわらないっていう方はね無理に減少する必要はないかなっていう感じです続いて楽天浅村選手ですこちら評価特例とさせてもらいましたまあここはね正直一番と言ってもいいぐらい悩んだかな今回のラインナップではというのもまあ称号でもミパエに乗せられないミートが A に乗せられないっていうところでセカンドは正直特殊ありきかなっていうところなんですがまあでもやっぱりこのステータス このスペックを持ってセカンドが守れるっていうところがかなり大きいポイントかなと思っていてまあ、OB 含めてもねなかなかセカンドっていうポジションは起用の幅が狭いポジションかなというふうには思ってますのでまあここはやっぱり高い評価になるかなっていう感じですまあでもセカンドで使うなら何度も言うんですけど特殊はしたいところかななんとか60までは上げたいかな 続いてロッテ、高部選手です。はい、こちら評価 B とさせてもらいました。まあ、こちらも今回、ベストナインタイトルホルダーでは初登場というところなんですが、まあ、やっぱりちょっと完全ソウル型っていうところと、あとは限界突破がね、結構きついかな。まあ、今回のラインナップの中では圧倒的にきついかなっていう印象です。ただ、4200のベストナインタイトルホルダーの枠っていうのは、ロッテは高部選手が唯一になるので、まあ、どうしてもその枠をね、えー、埋めたいという方であれば、もうここは一点狙いになるのかなっていう感じです。 侍ジャパンまで待てばね、4200も、戸崎朗希選手であったりとかもね、入ってくるんですが、阿部さんにタイトルホルダーだとこの1枠なので、もうスピ最強、ご両親っていうところを作りたいってなると、必須になってくるのかなという感じであります。続いてヤクルト村上選手です。はい、こちら評価特 A ですね。まあもうこちらは言うことありませんというところなんですが、称号に関してはですね、やっぱり一番は星2のコンタクトヒッターで同にしちゃうのがいいかなとは思います。ただ難易度が高いっていうのはもちろんあるんですけど、リアタイで使うならシンプルにステアップ。 というところでまあ強スラだったりとか、まず、あ、は見栄え的な部分でカエリキムソウっていうのも全然ありかな。まあ、リーグ的にはコンタクトヒッターな社マ、まあ、死者が最強かなっていう感じですね。まあ,あとは気合法は人それぞれかなと思うんですけど、個人的にはやっぱファーストかな。 僕はファーストで使ってるんですけど、まあ、王さんを持ってたりすると、起用法結構難しいとこにはなるかな。まあ、ここはチーム状況によりけりって感じですかね。続いてベイスターズ、佐野選手です。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。こちらも今回、称号でのパワー A がいけるっていうのが非常に大きなポイントで、まあ、そこ決まると、やっぱり強いかなっていう感じです。 まあただ、守備の部分とかにね、若干な不安要素は、どうしても現状の能力だとあるので、起用法はどうしても DH とか代打とかっていうところが推奨にはなるのかなっていう感じです。続いて、阪神、青柳選手です。はい、こちら、評価特 A とさせてもらいました。まあ、ここはリーグにおいて、今回のベストナイト対ホルダーの、もう1段から3段まで、全部含めた全選手の中での、まあ、使い勝手の良さというか、もうこのままでオーダーでね、本当にずっと大活躍してくれると思いますので、まあ、証拠での全動値っていうところ、やっぱり素晴らしい能力かなと思います。 でリアイにおいてはね個人的には高評価まではいかないラインかなと思うんですよねあんまり対戦しても脅威に感じないのが個人的な感想ではあるので、まあ、もちろんねリアル軌道とかいろいろな要素を含めると、まあ、もうちょっと上に入ってきてもいいのかなっていう気はするんですけど、まあ、基本的なランク戦だったりとか大会では。 まあ、まずまず。まあ、もちろん、ローテにも入ってこれるラインではあるかなと思うんですけど、まあ、絶対必須っていうラインではないのかなっていう感じですね。続いて、巨人、中田翔選手です。こちら、評価 A とさせてもらいました。まあ、こちらも今回ね、パワー A に届きやすくなったっていうところで、まあ、そこ決められるかどうかはかなり大きいのかなと思います。で、起用法としても、やっぱりファーストの守備が非常に高いので、まあ、どうせ使うならやっぱファーストのスタメンで使いたいよねというところにはなるかな。まあ、でも、王さんもね、今年出ちゃってるんで、まあ、そこ持ってると、純正の方でも起用、いろいろ難しくなりそうな。 感じはしますね、まあ、ただ巨人のベストナインタイトルホルダー残りのラインナップが全員侍でもね出る選手たちなのでベスナイタイトルホルダーでの巨人純正の方の優先度はやっぱここが一番高いかなっていう感じです続いて広島森下選手ですはいこちら評価 A とさせてもらいました、まあ、こちらはね今回称号での請求 a そしてオール A というところへ行けるようになったんでそこがかなり大きいかなと思います、まあ、ただコンボバランス次第ではねオール A よりも q スタミナの同値を狙いに行った方がいいパターンもあるかなと思うので、まあ、この辺の称号はねチーム状況によりるか、ね なっていう感じですまあでも写真も含めてここは広島純生の方とかもね撮っておきたいっていう人多いんじゃないかなと思いますねでラストが中日ライデル・マルティネス選手です、はい、こちら評価とゲートさせてもらいましたまあ、こちらはですねこのシリーズ2かなりやっぱり強くてリーグにおいてもリアタイにおいても、まあ、共に、A、2能力と言っていいかなと思いますでリアタイにおいてはツ、まあ、2シームこそねそこまで大きくはないんですけどまあ今後ビエラ選手も排出がもうないっていうところと、まあとはそのタイプが似てるビエラ選手とは大きく違うところが まあスプリットの変化量が大きい、でなおかつナックルカーブっていうね、ボールも結構厄介なので、まあ、このシリーズ2マルティネス選手は、あまりね、まだ使ってる方、多くはないと思うんですけど、まあ、今後、使用率も上がるんじゃないかなと思ってる選手ではありますね。 以上の今回の、ね、13選手を見ていったんですが、特営評価は5選手にさせていただきました。まあ、やっぱりこの、ね、選手たちを見ても、リーグ、リアタイともに強力な選手が集まってるかなと思います。で低めの評価になっちゃった選手もです、ね、スピリッツが100高い分です、ねえ、使いどころは絶対にえあるかなと思いますで。残る目玉っていうところがです、ね、まあ、個人的には山本忍選手、岡本選手、牧選手、山川選手あたりかなという,ふうに思っております。まあ、この辺の辺残りラインナップは 別イイホルダー登場の前日に、ね、出している全選手まとめ見ていただけると具体的には分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、目玉ピックアップするとこの辺りかなとでこの選手たちはねしかも全員侍ジャパンでも登場が濃厚と。 選出はされてるっていうところなので、まあ、そこもね大きく影響してくるというところにはなるんですよねであとは初選出の選手が結構2段以降に残ってる印象があって個人的には限界突破の部分でも1段が一番しやすいのかなっていうふうには思ってますであとは第1段はね侍ジャパンで出ない選手っていうところも多いので の後に被りづらいこれいろんなところでも言ってますけどここは非常に大きいかなと思います、まあ、これ侍ジャパンのガチャ引かないよって方もね、まあ、累計だったり無料ガチャっていうところは期待できるかなと個人的には思ってるので、まあ、そういったところで被りづらいっていうのは大きなメリットかなというふうには思いますというところで、まあ、いろんな要素はあるんですけど個人的には今年のベストナイン大統ホルダーは1段が圧倒的にいいと感じているところでありますので、まあ、どうしてもこの選手が欲しいみたいな選手がね2段以降にいるっていう場合じゃなければ 安倍さんに対等ホルダー回そうと思っている方はやっぱ一段が優先度は高いんじゃないかなというふうには思います。 はいといととうことで以上、今回はです、ね、ベストナインタイトンホルダー、えー、13選手の評価やっていったんですけどもいかがだったでしょうかまあ、ぜひ皆さんのね、えー、個人的な評価だったりとかまあこの選手はこうじゃないかみたいなご意見もあればコメント欄に書いていただければと思いますということでは、ぜひこの動画が少しでも参考になっていたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします、まあ、まだまだ、ね、ベストナインタイトルホルダー第弾の動画出していきたいと思いますのでぜひ今後の動画もご期待くださいということでまた次回の動画でお会いしましょう。